はいどうも、ゆうたです。今回なんですけども、とある検証をしたいなと思いまして、調査に行ってきました。で、それは何かっていうと、今旭川はだいたいマイナス10度とか、だいたい2桁ぐらいの気温なんですけど、その中でホームレス生活をされている方がいるという情報が入ったので、ぜひね、その人に話聞きたいってことで行ってきました。はい、行ってきたんですよ。もうこれ後撮りなんですけど、行ってきました。で、僕の狙いだと、よくね、僕札幌に行った時とか、まあ、海外行った時にコンビニでね、食べ物買ってきて一緒に食べながら、まあその人たちとお話をするっていう時間がすごい好きなんですよ。まあ面白い話だったり、すごい経験になることを話してくれるので、すごい僕はその時間が好きでよくやっているんですけど、まあ、今回もね、そういう感じで話聞けたらなと思って行ってきました。で、その撮った映像があるんですけど、まずは見てもらった方が早いと思うので、見ていただければなと思います。それではどうぞ。見えますかね、あそこにいるんですよ、人が。多分あれだと思うんで、まあ、話しかけていきたいと思います。まあ、どんな対応されるか分かんないんでね、まあ、怒られる可能性もありますし、話をすんなり聞いてくれる可能性もありますし、はい、では行ってきます。勇気振り絞って、よし。いやめっちゃ寒いです。あんまり怪しまれないようにね、行きたいと思います。来ました、歩いてます。ちょっと話しかけてみます。お父さん大丈夫ですか？いてんだよ。大丈夫ですか？うわっていいだろ、お前のこと。なんか食べ物か飲み物いやめんだバカ、食ってるから。何やってんだこれな。おお、お前が決めることか。寒いけど大丈夫ですか？知ってるかこれやろ、聞こえた。おい、食べるな。わかりました、僕行くんで、もう追いかけないでください。わかりました。はい、今見ていただいたように、すごい衝撃的な映像だったと思います。で、僕が普通にお父さん大丈夫ですか、食べ物いりますかって声をかけたところ、ああいう風にね、怒鳴ってこう追いかけてきたので、まあ、すごい僕自身もびっくりしてですね、最後ああいう感じで、分かりましたすいませんっつって、もう追いかけないでくださいってことでね、まあ終わったんですけど、まあ勝手なイメージなんですけど、僕のイメージだとホームレスの方は優しくて、すごい気さくな方が多くて、で面白い話とかね、こう経験を聞かせてくれるっていう感じで、すごいいいイメージだったので、まあやっぱり今回やって分かったのが、やっぱ人によるんだなっていうところですね。で、調査としては冬のね、マイナス10度とかマイナスの気温の中でどうやって外で生活してるのかっていうことを今回聞こうと思ったんですけど、それはね、うまく聞き出すことができませんでした。で、今回は失敗だったんですけど、今後もこういう皆さんが普段、今回で言えばホームレスの方ってあんま関わらないじゃないですか。それ関わらないし、なんかちょっと皆さんが気になるような、危ないじゃないですけど、そういったこう皆さんが普段関わりのないところのね、情報もね、どんどん発信できたらなと思っています。で、ぜひね、チャンネル登録とかコメントお待ちしてます。やっぱり YouTube やってて思うのが、 YouTube 見てますとか、チャンネル登録しましたって言われるのがね、すごい嬉しいので、そういったところでね、モチベーションが上がると、どんどん面白い動画上げていこうとか、もっと攻めた企画やっちゃおうって思えるので、ぜひ皆さんもね、協力お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。